や、で、ちゃんと持ってきているんだろうな。しっかりと持ってきたわよ。あなたが私にかけたら、このグングニルを渡す条件になっているからね。それはいいんだが、グングニルがなくなっても大丈夫なのか？心配いらないわ。護身用に2本持っているから。護身用とかあんの？吸血鬼だって、現代並みの備えが必要だからね。そういうことにしておいてちょうだい。ところで君は把握しているのかしら？ああ、知っている。俺がレミリアを抜けば勝ちなんだろ？あ、うん、簡単に言うとそうね。でも分かっているならば話は早いわ。早速始めようじゃないの。負けないからな。一応カウント通りに発射はするか、ルール上では後ろに着かせてもらうぞ。いや、そうしてくれないと一瞬で破壊されるから、そうしてほしいものだわ。じゃあ私がカウントやるわね。あ、ちじり、久しぶりね。ほんとよ、私今年の出番1回しかなかったんだからね。ま、どっちみち2人とも頑張ってね。そういえばヤニさん、あ、今さらだが呼び捨てで構わないぞ。あら、そう？じゃあヤニ、あなたどこで運転技術を身につけたのよ。え、事前に操作方法を勉強してゲーム絶対に認めてもらったんだ。あいつ何やってんだ。じゃあカウント始めるよ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。さて、抜かされないように走らないとね。そして車両たちが休んでいるわね。後ろから思いっきりプレッシャーをかけてやる。絶対ギンギンギをもらう。こんな時間に新幹線、最高か何かか？今のでちょっと足が緩んだかしら？あら、北海道に限定。なんとなくだが、レイリアの先行スタイルを把握できた気がする。決めていかないと追い抜くのはできなさそうだな。やる発見ないで、盛りの後半戦で、なかなか集中力を維持しました。違う子がたくさんね、打つ先生だと違う感じだけど。何？集中力が高まってきている？砂糖地まで続く直接点掴んできそうだけど、私だって負けたくないのよ。今も昔もこれからも。ああ、本当にこれしかならぬ選択肢が勝ち過ぎたわかる。今回どんな車両を入れよう。あなたの力が頼みよ。最後まで走り続けるのよ。あら、私、何を言っているのかしら。自分の質問は明日のうち。そして、今の電車で遅れを取ったか。私は最後まで諦めない。それはやめたって同じでしょ。集中力は見なくても感じ取れていたわ。そりゃあレミリアとのバトルなんだ。やる気になって当然だ。だが負けてしまった。本当にレミリアは強いんだな。それを言うならヤニだって強かったわ。そうなのか。そうなら嬉しいか。自信を持ちなさいよ。受け取りなさい。何を？え、負けたとはいえ欲しいんでしょ。せっかく戦ってくれたのよ。その礼よ。きっとどこかで役に立つわ。使い方と
動き次第ではね。レミリア、じゃあ私は帰らないといけないから、そろそろ行くわね。え、あ、ちょっと。レミリア、ありがとうな。